セントロスポルチーボ・アラゴアーノ通称 CSA は、ブラジル・アラゴアス州マセオを本拠地とするサッカークラブである。カンピオナーとアラゴアーノで最多の優勝回数を誇る。最大のライバルは同じマセオのクルーベジレガタス、ブラジル。チームの愛称、マスコットはブルーバードである。1913年9月7日にセントロスポルチーボ、セテでセテンブロとして創設された。 クラブ名のセテでセテンブロは、ブラジルの独立記念日である9月7日を意味する。クラブは1914年にセントロスポルチーボ、フロリアーノペイショトに改名された。チーム名のフロリアーノペイショトは、第2代ブラジル大統領にして三国同盟戦争の英雄から来ている。それから4年後の1918年に、現在のクラブ名になった。1928年、 クラブは、カンピオナート・アラゴアーノに優勝して、最初のタイトルを獲得した。1980年代には、カンピオナート・ブラジレーロセリエ B の決勝に3度、進出したが、1980年は、パラナ州のロンドリーナ EC、1982年は、リオデジャネイロ州のカンポグランデ・ AC、1983年は、サンパウロ州の CA ジュベントスに敗れ、いずれも2位で終えた。 1999年にコパドノルデスチで4位となったが上位3チームがコパコンメボル出場を辞退したため CSA が繰り上がりで出場することになった CSA は決勝まで勝ち進んだがアルゼンチンのタジェレスでコルドバに2試合合合計5の4で敗れたなしありがとうございます